はい、皆さんこんにちは、シスです。では続きやっていきましょう。より姫がね、めっちゃ強いっていうところですね。いや、これ怒らせたからこんな強いんですかね。まあとりあえずやっていくしかないでしょう。今ね、この距離だったらパチェさんのサイレントセルナは安定して入りそうですね。命中 0%? マジか。やべえ、回避と命中持ってんだよな。まだザコは残ってる。これ攻めてこないんですが、ちょっとさすがに、より姫さんを、長時間どうしようかな。これ倒しに行くっていうのもあるんですけどね。いや、倒すんだったら今しかないか。スペック発動されてからザコ倒すのは厳しいよね。狙ってみるか、一旦狙ってみますか。下。無謀かな。行っちゃえ。じゃあ、チェンも下にと。ダメだな。これ、より姫に攻撃されたら終わるんじゃねえのか?集中くらい投げとく?心もとないけど。いやー、しょうがねえもんな。集中くらい投げとくか。集中、気休めの集中投げて、イダテン放っとくか。2回行動っていうのが、ものすごくやばい。うわ、レーム動けんし。うわ、動けんな。いやー、低速外すのはやばいだろう。これはここにいてもらおう。そしてね、フランちゃんはパワー170ということで、攻撃力が今 30% 増しですね。 30% 増してたら、レーバーテインでも余裕でしょう。楽勝ですね。さあ、この辺はどんどん倒していきましょう。とりあえずミスティアの歌を入れて、こっち側だけはね、強化しつつ、マリサはちょっと戦うには厳しいんで、裏回りしながら後ろ側の敵をね、倒しに行ってもらいましょうか。で、精霊戦で、精霊戦一応不屈かけとくか。不屈はね、切れないんで早めにかけておいても問題ないでしょう。そして回収と。じゃあ左側ですね。左側は命中 0% だったので、必中。うわー、こっからスペカを、まあ必中節約する理由もないか。 0% だもんな。必中入れてサイレントセレナを打って、あれ 14%?俺はバカなのか?集中投げたのか?まあ、持ってねえことしてしまったわ。しょうがない。さあ、地上の民の悪あがきを見せてちょうだい。さすがの落ち着きね。さっきのうさぎたちはへっぴり腰だったのに。実戦経験の足りないうさぎと私を一緒にしないでもらおうかしら。いや、めっちゃ強えからな。なるほど、月の守護者ってわけ。あんたを倒せば旗を立てて帰れるわ。旗はともかく油断はできない相手みたいよ。用意がいいのならお望み通り相手をしてあげましょう。綿月の名に恥じぬよう最大限美しく。うわ、用意よくねえって、間違って集中かけちまったよ。音楽変わって、うわー、精神、ここでの精神の無駄遣いはもったいないことしたな。まあね、なるべくリセットはしたくないので。さあ、サイレントセレナリリーブ。うわ、切り払い。
すえ、回避だけのに向こう側までしてくんのかよ。うわ、かてえし、なんだこれ。臆したよね。そりゃ臆するだろう。しかも2回攻撃だから逃げ切れない可能性があんな。とりあえず最大限逃げよう。最大限逃げるしかねえな。霊夢は下手に攻撃して反撃もらうよりはちょっとザコを倒しきるまではちょっと待機してようか。これ的になってくれたら嬉しいな。うわ、嬉しくはないか。いや、どうなんだどうなんだ、敵の出方が全く読めねえ。さあどうなるんだ。よし、霊夢を狙ってくれる、これは嬉しい。なんとかまだ回避の可能性があるユニットだからな。まあ 39% だけどね。地上の巫女、それなりの才能は持っているようだけど、私とあなたには決定的な差がある。はいはい、修行の量でしょ、言われなくたって。それだけではないわ、才能を見出し高めてくれる死の存在よ。才を認め指導してくださったあの方がいたからこそ今の私がある。一人で荒削りしていては決して至れなかった高みなのよ。私だって巫女の役目を任されてくらいだし、修行だってつけられたんだから、地上の巫女としてあんたに負けるわけにはいかないわ。師匠のね、ゆかりさんがいますからね。いいでしょう、決定的な差を思い知らせてあげる。うわぁ、不穏な音楽。防御にしといた方がよかったか。援護防御か。あ、これ食らったら死ぬやつっすね。あ、ダメだ、次援護防御で死ぬ。防御しないと。とりあえずこれで一発は耐えるね。オッケーオッケー。多分もうレイム狙ってくるよね、あの位置だったら。もう次もレイムはな、もうあの弾幕の中で移動できないので。そしたらとりあえず信頼2発投げるか。そっからだな、まずは。さあこっからだ。とりあえず2人回復だな。これ次の一旦は耐えるはず。今と同じでね、防御と援護防御で。あとはこっち側は外回りしながら頑張っていくしかねえな。では妹様で倒すでしょ。強っ。攻撃力クッパだからな。あとは、うん、左、いや、下はチェーンに任せられるから、こっちはちょっと、より姫の対応を考えとくか。霊夢機は耐えるんだったら、ひらめきかけて耐えた方がいいかな。ひらめきにしとこうか。で、2発目は防御と。それで、なんとかなるんじゃないかな。ターン、エンドと。さあまずひらめきがかかってるよね。ひらめきがかかってるので、反撃ができると。あなたも向こうの紅白と同じく地上で巫女をしてるよね。そして限定的だけど、神下ろしの力も感じる。私は森屋神社の巫女として小さい頃からお稽古を受けてきましたから。確かにね、死がいる、サナエさんは。月に立って神様との絆は切れません。幼少の頃よりの鍛錬、そしてその心身深さ、人間にしてはそれなりと認めましょう。しかし数体の神の力では私の力、八百万のいくつにも満たない。いくつかにも満たない。800万ですか、800万ですか。それでもやっています、巫女として。無謀な挑戦であると思い知らせてあげましょう。まあ、ここは大丈夫です。ここは大丈夫なんで、問題は次。ブロックされたし、ここだ。反撃選択、回避を選びたい気持ちもあるんですが、回避ミスったら死ぬんで、
防御にしましょう。避けてくれ、避けてくれ、偽ってないんだって。うわー、いってー、マジかー。はいとね、なんとかしのぎましたね。よし、回復させよう。よしね、回復させて、もう一回くらいサナエさんで耐えてもらいましょうか。そしてね、その間に多分今の AI はサナエさんが一番狙われるようなヘイトがね高い気がするので、その間に、近寄りましょう。ちなみに攻撃を仕掛けると何パーくらいなんだ100パーですねちょっと集中攻撃ができるようになるまではこっちからの攻撃は控えましょうか。援護防御とか援護攻撃とかをねうまく使える陣形にしたいですね。よし、これでいいでしょう。この先はねそのうち倒しましょう、咲夜さんでこいつらも上に来てくれるでしょう。そしてひらめきがかかってて HP もあるんで一ターンは耐えると。本当はね大ちゃんとかで補給した方が良かったん、治療した方がいいんでしょうけど、大ちゃん裏返して大ちゃん狙われた瞬間終わるからな。もし大ちゃんで治癒するんだったら横に援護防御持ちをねちょっと間に合わせたいですね。よし、これでとりあえずこのターンはしのごう。はい、ターンエンドと。うわ、そっち来んの。あ、そう、チルノの方が、ヘイト高いんだ。マジか、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 マジか。まあ、腹痛が入ってる分嬉しいな。そうですね、とりあえず反撃は体当たりしかできなかったので、体当たりしていきましょう。あんたが月のリーダー、つまり月の最強ね。最強ですって？あんたが一番強いって、そこの先から聞いたわ。だからあんたを倒して、あたいが月で最強よ。なるほど、自ら最強を名乗るその自信は評価しましょう。しかし私は神様の力を借りて自然にすら影響を与えることができる。妖精のあなたがどうやって勝つつもり？動じない、いえ考えなしだというのとにかくあんたを倒す覚悟なさい。度胸は確かのよね。ならば相手をしてあげましょう。まずここは大丈夫。より援護防御が優先されんのか。うわ、それは痛いな。援護防御なしにしとけよかった。マジか。マリサ、マリサか。マリサはむしろ援護防御してもらおう。あ、違うのか。マリサはあれか、ひらめきかかってるんだ。よかった。うわ、なんか動揺してる。全く隙がない。しかし星の実なら流星の魔法でご利用するぜ。できねえんだよマジか。星屑？流星とは星屑の燃焼、地上の民の命ごとく儚いものよ。星屑の人間で上等だ。そういうお前こと地上の星空は知らないとは哀れなやつだぜ。なんですって？ここと違って地上の星は瞬くんだ。それが流れるからいいんだよ。お前にも私の弾幕で見せてやる。ここは大丈夫。よし、とりあえずザコは倒そう。うわー、こっちからの攻撃基本 0% だな。歌効果で 13% まで上がってるけど、うわー厳しい。これ倒しきるまでにスペカ4枚でしょ。必中、もし仮に生きてたとしても必中がないな。怒らせたの失敗だったな。まあとりあえずやれるとこまでやってみるか。必中出す？あ、よー、壊しちゃった。必中かけないと。直感か。うわー、待って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 。直感入れて。やっていくか。
直感投げて攻撃不夜城レッド。これでダメな、支援攻撃が 0% だな。こっちも必中入れるか。必中入れて不夜城レッド投げてみて、言い逃れをしてまで月に残るとは愚かなことね。まああんな状況じゃそう見えたって仕方がないわ。どうせなら月を征服しに来たって言った方が面白くなったかしら。なんですって、この月を我が物にして、我が物にして全面を赤く塗ってやるとか。たとえ冗談だろうとそのような言葉は見逃せないわ。その思い上がり叩き割ってあげましょう。そうこなくちゃこっちも面白くないわ。うわー、怒らせないでこれ以上。誰だよ、地面に傷させてやるわとか言ったバカ。とりあえずここは大丈夫、切り払われなければ当たりはするはずなんで。エミリアかっけえな。これは当たらないくて、こっちは 100% と。うわ全然削れねえ。誰か毒とか持ってないの、毒とか、毒とか投げて剣気を放つ。これは避けられると。さあ問題はここから30上がってるんで、援護攻撃でも結構強いはず。お前なんか壊れちゃえ。4440。そしてここから必中がかかってるんで攻めるしかないでしょ。よし、フランなら食らっても大丈夫。地上の悪魔ね、月に危害を加えるつもりならおとなしく諦めなさい。危害なんてどうでもいいわ、お姉様と遊びに来ただけだもの。遊びにですって？お姉様が地上のお外にまで連れてきてくれたの。一緒に旅行できるなんて考えてもみなかったわ。その程度の考えで月の大地を踏もうなどと。てか俺らさ、目的バラバラじゃね。悪魔は悪魔らしく神の力で焼かれなさい。ふん、遊んでくれるのは歓迎よ。とりあえずここは大丈夫だろう。で、次の敵のターンは援護防御が2回入れるんで、門番さんは防御力が高いのできっと大丈夫。うわーこれ当たらないな。そして命中 100%。全然 HP 見えねえ。いくつあんだよ。採掘食らう。マジで言ってんの？よし、とりあえず陣形をね整えてターンエンドしてみましょうか。そっちか、食らったら死ぬんだよな。あーでも援護防御があるからいけるのか、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 いけるのか。ちょっと聞いたな。援護防御素晴らしい。さあ次は誰だ、チルノか。チルノは大丈夫、腹痛がかかってるんで、余計なことしない。援護設定よし、腹痛かかってて援護なしだね。援護なし 44% か。当たってくれ。うわー当たんねー。とりあえず必中かけたパテさんのサイレントセレナは安定だな。
ヤゴヘルスの神を自在に宿すね、反則級の能力だわ。こんな奴の相手をするくらいなら地上に残った方が良かったかしら。そう言いながら密かに闘志を燃やしている。降参するつもりはないよね。どうせ来てしまったんだもの、やるだけやって本にでも書くわ。無様にやられたらその記録が後世まで残る。せいぜい頑張ることね。パチェさん強気だな。まずここはどうしようかな。ちょっと近寄るのもありなんだよな。反対側に逃げられたことを考えるとパチェさんの射程から外れるのは辛い。ここくらいまで近寄って危険かな。2回攻撃で近寄ってこられる可能性もあるんだよな。よし、とりあえずね、援護攻撃が重要。援護攻撃が重要なんで、まず、レミリアで攻撃したときに、援護、チェンの援護攻撃が入るだろ。で、今普通にやったら 0% だから集中かけて少しでも上げると。で、チェンはレームに援護してもらって、レームはチルノか。チルノで援護攻撃入ったねな。ここだな、ここのラインだな、ここのライン、この3体のラインを作ろう、まず。まずここで、集中入れるだろう。そしてここにも集中入れるだろう。そして、レミリアに、直下入れるだろう。攻撃不夜城レッドして、集中入れで、命中 0% なの？嘘でしょ。それしか入んないの。全然命中足りねえ。まあ、かけちまったもんはしょうがないな。撃つしかないだろう。不夜城レッド撃つだろう。自分のターンはね、なるべくムービーを見ていきましょう。敵のターンは飛ばしていくような感じで。さあ、かっこいい。これが夜の王の魔力よ。そろそろ HP 見えるだろ、敵。うっそ、まだ見えないの？もうじき私に許しを請うことになる。なるよなるよ、もう許してよ。お願いだから許して。なんか少数点以下の何かがあって上がってくんねえかな。何かの間違い起これ。めめだ、お願いだ。お前、あれ大丈夫？チェンゴやられたように見えたけど。獲物はあっちだってば。マジか、そうか、ダメなのか。ゲーム自分で仕掛けたらいくつ食らうんだ。 68% 当たんのか、レームは。ちょっとレーム今チルノは多分集中ひらめきなんで集中意味ないですけど、なんか弱い技一発投げるか。で、これで、援護設定で、レームの、無双封印もったいないな。弾幕決壊くらいよ。48% だけど、これ3% 当たるし。奇跡よ。奇跡よ。獣の妖怪ね、発達した身体能力が見て取れるわ。けれど私の能力があれば動きを早めることも不可能ではない。でもそんな格好で走れるの？思いっきり動くときはスカートはダメだってラン様が。ちょ待て、チェンもスカートじゃなかったか。な、地上の民の価値観で上げ足を取ろうだって、所詮は小人の浅知恵よ。この綿月織姫、月を守るためなら天下に素足をさらそうとも迷いもなければひるみもないわ。
パンツ見てでもちょっと顔赤いような。よ、余計なお世話よ。おしゃべりはここまでだわ。意外な弱点を発覚したな。さあとりあえず 3% だな。これは 0% なんで当たんないけど、揚力を込めて 3% にかける。うわーダメだ、変な音するし。なんだ今のハズレモーション。うん、これは当たんないね。そしてこっからだ。 45% だっけ。 45% なら結構期待できる。行きなさい。お、当たったんじゃない。よし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 、勝った。まだハテナ。じゃあチルの腹痛、うわーでもな、チルの今行くしかねえかな。無双封印か。無双封印か。パワーもったいねえな。ただな、もう行けるとこまでは本気で行ってみるか。もうそしたらもう行くしかねえな。アーチルのやってくれ。全力でスペカはもう嫁ポイントとか無視してひたすら全防御で耐えるっていうのもありだな。まあこれは腹痛が入ってるんで大丈夫と。お、アイスバリア。え、無効化したのか今。ああ、敵の攻撃力次第でそういう戦法もありなのか。パチェさんとかね、鉄壁かけて食らわないみたいなね、ありだな。っていうかまだハテナなの、嘘でしょ。え、何万あるの。ただこれはもう自分からはいけないよね。 82% 食らうもんね。よし、とりあえずターンエンドしましょう。まずこれはひらめきがかかってるんで問題ないですね。ブレイジングスター、あーダメだダメだ、もったいない。 0% なのに攻撃しない方がいいな。さあ次は、おお、こっちもひらめきの方に行ってくれた。これは嬉しいな。当たんねえか、ブロックされるし。さすがにここはもうそろそろね倒しましょう。意外とね、あのプライベートスクエアを持ってるサクヤさんとかをもっと活躍させてあげるべきなのかもしれないですね。さあなんとか耐えた。スペカは見れそうだな。スペカ見てもう本当に全力で逃げるか。チェンは捨てて、レイムの支援攻撃でどうにかしよう。うん、レイムにね、献身を入れてきましたね。これで無双封印が打てますと。で、レイムは集中がかかってて、チェンはひれめきがかかってると。チェンは捨てたな、もうこれは。これはチェンは捨てて、レイムがどうにかしてくれ。よしよしよし、当たった。HP は HP は7957。見えてきてる見えてきてる。ちなみにこれは攻撃してあるだ、あるな、あるな。これはまず必中かけるだろう。そしてこっちが直感かけるだろう。で、移動してフヤジョーレットを打って、援護設定でフラン、あーフラン NP 上げてあげるか。
よし、これでいきましょう。こっちも、そうだね、これで 100% だね。まず、不夜城レッド入れて、7957は削りきれないだろうな。敵はね、気合だけがあるので、HP が低いときに、必中がないともうほぼ当たんないですね。さあ、いくつ。いい。これは見えたぞ。4742? 行くんじゃない?うん、これは絶対避けられる。さあ、来い。フラン来い。パワー170?災いの枝を持ったフランの。来たー!しゃー!そして!よっしゃー!手応えあり!死者のリーダーにも私たちの攻撃は通じるみたいです。隙まで来るだけあって、相応の力は持っているようね。あんな船を宇宙船にするなんて、ただものではないと思っていたけれど、まあね、なんせ今回は神様の力があるから。神様の力?なるほど、先ほど気配を感じたと思ったらそういうことだったのね。あれですね、上つつ男命。おのみことですね、はい。住吉三氏の力があれば確かに星の、あ、知ってるんだ。ヤオールズの神に住吉三氏に入ってたらさ、なんか寝返っちゃうんじゃねえの。あの方、住吉三氏を知っている？神様の気配がわかるってことはもしかして、そう、あなたたちが地上の巫女なら私は月の巫女。ヤオールズの神のことをこの体に宿し自由に扱うことができるのよ。月の巫女だと、しかもヤオールズの神を自由に下ろせるとは、もしかするとこちらよりはるかに上手かもしれません。もう上手も上手。千枚くらい上手だよ。だったらとりあえず、霊夢くらいじゃねえ、霊夢より強えわ。神様がたくさんいたって、私の炎の剣で丸焼きなんだから。その程度と思ってるなら、私の神下ろしを見せてあげましょう。そうか、今まで神様降りてないのか。そうね、そちらが炎の剣なら、こっちは氷の剣？え、炎？気をつけなさい、フラン。あの炎はただの炎じゃないわ。魔界の炎だと？あ、でも魔界の炎は黒いからな。察しがいいよね。これは地獄の豪華すら飲み込む神の炎。ん？火の神。あ、読めねえ。かぐずち。よ、魔を焼き払う太刀となれ。火のかぐずちかな。さあ、来たー。最終ダメージ、プラス1200。ただでさえ痛いのに。もうダメだな、これは。回避ユニットの援護防御には頼れねえ。一発で落ちる。そうですね、昨夜のプライベートスクエアに全てをかけるっていう作戦もありかもしれんな。これで行ってみるか。ソウルスカルプチュアを投げて、ちょっと無謀な作戦かもしれないけど、なるほど、地上の民でありながら時間を操るのね。やはりわかるのかしら。時空間に干渉する力を持つ者はこの月にもいれば、お姉様もそうけれど、そのような相手との組み仕方ははるか昔に教わっているわ。でしたらご心配なく。多分それを教えた本人と戦ったので。あー、なるほどね、エイリンさんですね。またそのようなつわれごとを。時間を止めても止めなくてもやることに変わりはありませんわ。私の華麗なナイフさばき、特等席でご覧に入れましょう。さあ、まずこっちの攻撃は当たるよね。問題はプライベートスクエアだ。かっこいい。減らねえ。減らねえ。神の炎に衆の火の加具。え、完全にこれ師匠様。え、師匠様の。うわ、発動しねえ。
わあ、マジか。さあ、衆の浸透、火の覚悟、避けてくれ。あれですね、低速だとグレーズが発生したので、きたー、高速にしときました。これだこれだ、プライベートスクエア強えな。いい、あ、下手にテーブルすると取り返しがつかないことになるが、ターンエンドしましょう。さあ誰を狙う、張り直して、いいね、昨夜の世界やってしまいましょう。よけろ、うわあ、マジか。よし、よけた。しかも今なら必中が入ってて、よいしょ、よいしょ。かわいいな。ふう、一丁上がり。よーし、当たると。偶然は何度も続かない。そういうことか、もう一発あんのか。2連続で発動しなきゃいけないのか。待ってくれよ、そう。厳しいだろう。避けてくれ。来た！よーし！このままずっと昨夜を狙ってくれ。そしたらあるぞ、そしたらあるぞ。とりあえずパチェさんは安定だな。パチェさんのサイレントセルナは安定なんで、これは絶対入れてきましょう。とにかく敵の HP が高いからな、硬いし、もう2個ってだけで反則的に強いのに。ただこっちのパチェさんの攻撃が一方的に打てるうちは倒せる可能性もあるな。いいダメージ、いいダメージ、いいダメージ。3800、臆したようね。これはここに待機にしよう。とりあえずね、昨夜さんでおせおせしましょう。プライベートスクエアの確率はもうね、あの技能とかで極限まで上げてるんで、俺は昨夜さんを信じるよ。切り刻んで、さあこっからだ。獅子王様なら体が発火して自滅してくれ。うわー、やられた。オッケー、避けた。よしよしよし、避けた避けた。ただまだ相当あるからな、削り切るには。このターンは一旦引こう。ターンエンドだ。さあどう出る？そっちか、そっちか。今はひらめきが入ってるから攻めてもいいな。当たることを信じて攻めようか。当たんねえか。
うわ、もう一回、もう一回か。もう防御するしかないもんね、選択肢として。うわ、積んだ。よし、サナエさんをね、移動させたんで敵の AI が変わりましたね。あとは頑張って、避けてくれるのを祈るのみ。よし、来てる来てる、セーブしよう。フヤ城レッドだ、フヤ城レッドで、妹様にもね必中をかけたんで、これでなんとかなんとかしてもらうしかないだろう。見せてみなさい、あなたの力を。問題はあれなんだよな、もう必中がないんだよな。かなり厳しい、もう必中切れたら倒すことはもうできなくなっちゃうんで、そしたらひたすらスペカ取得を諦めて逃げましょう。4600、4700が、そして獅子王様と、これは避ける、 OK。 さあやってくれ妹様。4体に分かれて、遅延攻撃だけど、いいダメージ、援護か、援護で5000超えか、これはうまいな。ただもう自分からはいけないんでね。よし、必中のサイレントセレナと、これもね、いいダメージが出るでしょう。あ、でも3800か、まあ反撃を受けずに3800を打てるパチェさんはかなり心強い。そしてここでセーブだ、ここでセーブしよう。もう意味ないと思うけど、防御これでちょっとでも上げておきましょう。そしてもうこの辺のユニットは攻撃しても当たらないんで、ターンエンドします。スペルカード取得失敗。そうか、ターン数あるんだったね。まあしょうがないか、まだまだ小手調べなのにその程度でいいのかしら。ぐ、初手の攻撃からこれほどのプレッシャーとは。だけどみんな、次の攻撃こそは。さあ次はどうなる？ってどうしました霊夢さん、何か気になってるみたいですが。気になるっていうか、なんとなくやりにくい相手なのよ。同じ能力ってだけじゃなくて、何か他の、きっと相手が霊夢と似たタイプだからね。似たタイプ？ええ、頼姫の戦い方には天性のものを感じるわ。技術や知識では補えない生まれ持った何かよ。なかなかの洞察力ね。確かに私は将来の力を授かったわ、生来。そしてそれを見出し導いてくださる方がいたから今の私がある。再起と今までの積み重ねが彼女の自信の裏付けか。天才との戦い方なら私はとっくの昔から知ってるぜ。
そんなのに遠慮してたら幻想郷の魔法使いは務まらないからな。いいでしょう。ならばその椅子すら届かぬ高みを見せつけるまで。読めないよ。我が身に降り立ち、厄災を食い止める舞を見せよ。天羽呪梅名。さあ、何かわからないけど、ここは全力で咲夜さんに格闘っても仕方ないんで、回避で84か。経年の援護防御があるんで回避してみましょうか。プライベートスクエアと援護防御ってどっちが優先されんだ。まあ、とりあえずこれでいってみるか。おお、まさか咲夜さん、咲夜さんできる子、カウンター。あ、しまった、攻撃してたか。さっきの設定残ってなかったか。さあどうなる、援護防御で。おお、硬い。そして効果は射撃完全回避。ってことは安全圏からの攻撃ができないだと。はい、とりあえずね、スペカ2枚目というところで今回はここまでにしましょう。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。